11月12日発表の大国新規感染者数、対全国では7305名、回復した人は7900名、感染累計者は1975411名、回復者累計は1861110名。昨日亡くなった方は51名、現在治療中の方は95804名。チェンマイ県では456名の新規感染者が出ています。娯楽施設の開設を延期する。オレンジ23県、黄色5県、青色4県のパブ、バー、カラオケなどの娯楽施設を開く計画を延期し、当初の予定を2020年12月1日から2023年1月16日に延期することで合意を得られたと発表しました。一方、ダークレッドゾーン6県は、ターク、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタニ、ヤラ、ソンクラーになります。今月11月1日には、ダークレッドゾーンは7県ありましたが、チャンタブリ県のみ、レッドゾーンへ移行いたしました。ターゲットに近づいたタイのワクチン接種に満足。首相は、タイが COVID-19 に対して11月下旬に予防接種の目標の1億回に予定より1ヶ月早く近づいていることに満足しています。政府は全国へのワクチンの配布を早めた結果、タイの予防接種は高齢者と慢性疾患を持つ人々の 80% に行き渡っています。と語りました。シェンセン、ランタンを飾って、イーペンを祝う。2021年11月12日、ゴールデントライアングルエリアにある、シェンセンでは壮大なランタンが飾られています。市内の人々は家を美しく飾り、イーペン祭りを通して提灯を灯すのが好きです。ランナーの人々は、ランタンを飾ることは天国に祀られている仏陀へのオマージュであると言われ、長い間受け継がれてきた伝統です。それが、タイ人と外国人観光客の両方に知られるまで、毎年保存された持ち続けられています。イーペンランタンフェスティバルは、ランナーの遺産を保存する一環として開催されています。ドイチャンムプ軍事基地。チェンライの霧の朝、ドイチャンムプ軍事基地を訪問。タイとミャンマーの国境を360度を見渡せるコーヒーテイスティング。国境を分ける稜線上にそれはあります。景観を美しく調整し、一般に公開して今年で4年目を迎えます。地元で栽培された種子を使用して、地域のコーヒー農家に収入をもたらすコーヒーショップ、ファムアンコーヒードイチェンジマブもあります。また、コーヒー作りに興味のある若い兵士が引退した後もキャリアを継続することを学ぶことができる職業訓練の場でもあります。軍は1日あたり約20のテントをキャンプするためのスペースとして提供しており、トイレも利用できますので、ご希望の方はファムアンコーヒードイチェンジマブを介してご連絡ください。とのことでした。なお、概要欄のリンクから動画もご覧になれます。2021年チェンマイに21の新しいカフェがオープン。2021年に新しくできたカフェをご紹介します。それぞれ個性的な店内でどんな飲み物を提供してくれるのでしょうか。興味がつきません。詳細は下の概要欄のリンクでお店の写真、場所などが確認できます。ぜひ、新しいチェンマイのカフェをお試しください。途中ですが、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。
チャンネル登録ありがとうございます。